ゆるめいつは、作詞による4コマ漫画作品。月刊漫画クラブ2005年6月号に、ゲストとして読み切りを掲載した後、同年12月号から2020年3月号まで連載された。漫画クラブ2009年2月号で、OVA 化が発表された。漫画ライフセレクション2009年5月号で、特集され、付録として先行 DVD がついた。 2011年11月にテレビアニメ化が発表され、2012年4月より、3テレビ、TBK 他にて放送された。田舎を出て、夢を探すため東京の予備校に行こうと上京してきた、老人生、間緩ゆるめが住むこととなった、東京の外れにある、アパートメゾン・ド・ウィッシュは、メゾンとは、名ばかりのオンボロアパートだった。メゾン・ド・ウィッシュの住人は皆予備校生。 しかも大学入学者はゼロ。そんなゆるめとアパートの住人たちが日々予備校にも転で、行かずに面白おかしく、ゆるく過ごす毎日を描く。さえの妹を除く4人の共通設定として、メゾンドウィッシュ住人であること、予備校生であること、酒飲みであること、ややダメ人間であることが挙げられる。恋の孔はアニメ版の声優。2009年4月24日発売の フラッシュアニメ風 OVA。なんか今日はもう、どうでもいいやが、キャッチフレーズの脱力系アニメ。竹書房 OVA 史上参入第一弾とされ、単行本第二巻と同時発売された。2009年3月発売の、ゆるめいつ造看護付録 DVD では、第一話オープニングが先行収録された。映像特典として、桃井春子と、 松くるみ優がこたつでゆるトークする、こためいつを収録。各話の間には、セミ怪人が登場する、セミメイツが挿入されている。1話2分半のショートアニメ12話をおまけ1話収録、ゆるめいつ OVA 化に関連して、ウェブ番組、ゆるめいつスペシャルが K、Z ステーションで2009年4月24日に配信された。ゆるめいつは は2011年6月24日発売の OVA 第2弾。作詞員監修のオリジナルストーリーで、新キャラとして、さえの妹が登場。空想科学 X のキャラクターも、モブキャラとして、仮面を出演している。各話の間には、最強無敵。松吉ロボも挿入されている。5分枠の短編アニメで、2012年4月より、ゆるめいつサンデイのタイトルで、 独立可他にて放送。番組放送後には、柴犬、子さん情報コーナーを放送。2012年7月より9月まで、第2期、ゆるめいつサンデイプラスが放送された。作詞、作曲、歌は、桃井い子、編曲は、ハーディ。ゆるめいつはに関するカテゴリー、ゆるめいつサンデイ、いに関するカテゴリー。ありがとうございます。